やっぱり俺らのライブパフォーマンスはすごく激しくて、ステージ上を縦横無尽に駆け回るようなそういうパフォーマンスなんで、それに伴ってワイヤレスを導入しようかなと思いました。シールドがついてるとケーブルが他のメンバーと絡んでしまったりがあるんで限られてくるんですけど、ワイヤレスになることによって本当にパフォーマンスの幅も広がると思うし、シールドが絡むんじゃないかっていうその意識がそれてしまう、集中がそれてしまうってことがなくなることが一番僕とかテルからしたらすごい一番大きなメリットだと思います。マイク持ちながらこう叫びながらこう駆け回ってるのとかめっちゃ気持ちいいんですよね。そうですね、やっぱりワイヤレスって言えば音痩せっていうのはすごく僕は気になっていて、それに伴ってやっぱバンドサウンドでやっぱりヘビーさとかが損なわれるんじゃないかとか。音を出すまでのセッティングがすごく簡単で、結構ごちゃごちゃしてたのが苦手な僕でももう簡単に使えるなと思ったのと、最初に音を出した時に音痩せがなくてケーブルと何ら変わりないような迫力のある音が出たのはすごい正直びっくりしましたね。サイズがかなりコンパクトなんで、高校生らのこうやったらスタジオ持ってくんでも軽くバッグ、ギグバッグとかポンって入れてくると思うし、僕らやったらやっぱりツアーの中であのサイズで持ち運びできるっていうのはすごい大きいので、ツアーでもぜひ持っていきたいなと思いますね。音質は本当に音抜けがいいっていう部分が一番大きかったんで、全然バンドの中で埋もれることがないし、チャンネルを8個まで登録できるっていうのは僕の中ですごい画期的で、このライブでの実用性があってすごく楽しみです。オーディオテクニカは日本を代表する音楽メーカー、海外のバンドがもうそういう不次元使ってたりとか、オーディオテクニカ使ってたりとか結構見るもんね。日本のものを背負って一緒に外に出てくっていうのは気持ちいいものがやっぱりあるし、こう直感のまま動けるすげえパンチあるステージをこう表現してほしいなって。